ホーロー製のルクルーゼのお鍋は汚れが落ちやすく、とってもお手入れが簡単なんです。お手入れについてのいくつかのポイントをご説明したいと思います。このようにひどい汚れは、まずはお水に浸してみましょう。さて、ふやけてきたら優しくこすって落とします。通常の汚れは中性洗剤とスポンジで軽くこすれば簡単に落とすことができます。このようにつるんと簡単に取れました。ホーローに負担がかかりますので、メラミンスポンジやステンレススポンジ、金だわしや金属製のヘラなどで強くこすることはお避けください。同じく漂白剤のご使用もお避けください。焦げついたものを無理に落とそうとしたり、長時間強火で加熱してしまいますと、このようにホーロー面に細かな傷が生じ、そこから食材の色素ですとか汚れの粒子が入り込んで茶色みを帯びてしまうことになってしまいます。特にワインや黒豆、小豆やささげ、栗の渋皮など色素の濃いものを長時間継続的に調理された場合も色素沈着が起こりやすくなりますので、ご注意ください。ただし色素沈着が起こってしまった場合でも、ご使用には問題ありませんので、どうぞそのままお使いください。このように焦げをつけてしまった場合には、慌てずに重曹洗浄を行いましょう。お米を炊いた時にうっかり焦がしてしまった時は、まずお鍋を完全に冷まして、それからお水を張ります。そして重曹小さじ 2、3 杯を入れます。蓋をしてごくごく弱火で煮てみてください。沸騰後さらに10分間弱火のまま加熱を続けましょう。10分経ったらどんな風になっているか一度確認してみましょう。こうして汚れが浮き上がっているようでしたら、火を止めて大丈夫です。お湯は捨てずに蓋は取って、このままお湯が冷めるまで放置します。しばらく経ってお湯が冷めたら、このように汚れが浮き上がっていることを確認してください。そしてこのままシンクに置きます。そしてスポンジに中性洗剤をつけます。そしてお湯のある中で洗浄します。このようにつるんときれいに落ちました。大成功です。今行いました重曹洗浄を1回やっただけでは落ちないようなひどい焦げつきや汚れは、これを 2、3 回繰り返してみてください。それでも落ちない場合は、キッチンペーパーを湿らせ、そこに重曹を直接つけて洗浄してみてください。またはルクルーゼのポッツ&パンズクリーナーをご使用になっても良いでしょう。キッチンペーパーを用意し、お鍋が乾いた状態で使用してください。スポンジのご使用は洗浄成分が入ってしまって洗浄力の落ちる原因となりますので、お避けください。またお鍋が乾いている状態で使用することもとても大切で、お鍋が湿っていたりするとその水分でやはり洗浄能力が落ちてしまいます。